田辺と言います。今日は皆さん貴重な時間来ていただいて本当に感謝します。今日、昨日、ちょっといつかね、本体着工工事ですかね、これが始まって、これからあれを本体着工と言ったら、これから 何度本体着工のタイミングが、機会があるのかと思うんですけども、ちょっと陸の辺を工事ちょっと始めたというのがありますが、本土メディアはもうトップ級で、おととですか、テレビから新聞も一面で取り上げましたけど、今日の新聞見たらもう何も載ってませんが、私は腹の中ではもう腹渡りに繰り返るぐらいの思いはあるんですけど、そういう感情をぶつけても皆さんに何も伝わらないと思うので、なるべく冷静に、新聞記者として、学んだことを伝えればいいなと思っています。で、田中さん、はい、マイクあった方がいいかい？どうする？いいですか？あ、いいですね。マイクあった方がいい？ちょっと聞こえる。あ、取りにくい。高橋さん、すまんけどさ、ちょっと大きな声でした、これまで、使ったり使ってないしてるね。ということで、今日は3つ の、長丁場なんで、大きく分けさせていただいて、最初はざっと沖縄の基地問題の、エッセンスといいますか、なぞる程度ですけどもお知らせして、その次は、今日出張ですけど、私個人のこともちょっとお話しさせて、自己紹介がてらさせていただいて、で、最後に先生ご紹介いただいた、10月25日発刊したばかりなんですけども、本のちょっと内容に沿って、また皆さんのご意見を伺いつつ、勉強させていただけたらなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。それで、まずじゃあ、これからいけ、じゃあちょっと電気を、はい、しましょう。実はあれスクリーンが上のあれ壊れちゃってですね、これ下から持ってきたやつちょっと小さいんですよ。あ、上の壊れちゃってるんですか？うん、あれがね、壊れちゃったんですよ。あ、取れないんだ。それでね、何十万かかるんだって。それで今ちょっとそれで勘弁してくれて。ちょっと聞き取りにくかったら言ってくださいね。その都度ゆっくりやりますんで、ちょっとこれ沖縄県 のホームページとか、あとこれ4枚ちょっとスライド用意してさせてもらったんですけど、あと沖縄タイムズの紙面とか、あれちょっと拝借してやってます。うちわの会ということなんで、一応了承してもらっていればという感じです。で、これ沖縄本島を指していますけれども、米軍基地の所在しているところをこうやって色分けして、表示しているわけですね。で、この色分けは何を意味しているかっていうと、アメリカ軍には4軍あって、陸軍、海軍、空軍に海兵隊。今テーマ問題、辺野古の問題で話題になっているのは海兵隊ということです。で、これざっと見ていただいて、もう一目瞭然で分かると思うんですが、海兵隊の基地ですね。この、これですね、この色のが圧倒的に多い。比率でいうと、7割強、軍人の数でいうと、6割近くを占めている。ですから、当然この極東最大である嘉手納飛行場とか、あるいは、原子力潜水艦が寄港するホワイトビーチとか、そういった重要施設、あるいは裁判でも違法だと言われているような嘉手納飛行場みたいな施設もあるんですけども、沖縄の負担の核心というのは海兵隊だというのはこれからも分かっていただけるかなと思います。で、この海兵隊の施設がこんだけ沖縄本島の中でだけで、実は次のスライド見ていただければもっと他にもあるんですけど、これだけ陸上にあると中で、普天間飛行場っていうのはこれですよね。この小さな施設で、この小さな一つの施設の変化をめぐって
日本では総理大臣が辞職に追い込まれたというなんか馬鹿げたことが起きているというふうに私は認識したんですけどね。でここにある普天間飛行場、今度この辺野古っていうのはこの辺りですね、辺野古弾薬庫があるところの書いてますけど、その近くのまあ海に面した海に少し埋め立てて作ろうとしている、40キロぐらいです、わずか。これあの吉祥寺から言えば渋谷ぐらいですか、よくわかりますけど、そんなところでまあ移転しようとしている。でそれをもって負担軽減だというんで、それはちょっと待ってくださいよというふうに沖縄県民は今言っているわけです。でこれちょっとよく本土デプテマ問題と言われていて、名前は聞かれてると思うんですけど、それがまず海兵隊の問題だということさえも分からずに、伝えていたり知らない人も多い状態だと思うんで、その海兵隊ということが一つと、でしかもその普天間問題を本当に考えようと思えば、その海兵隊の運用をですね、実際どういう運用を沖縄県でやってるかっていうところも踏み込んで議論しないと何も始まらない。でこれ沖縄だけに実は海兵隊、アメリカ軍海兵隊あるわけじゃなくて、本土にも、日本本土にもあるわけです。ですからその辺もちょっと噛み砕いてお話ししたいと思うんですが、まず、キャンプハンセン、キャンプシュワブっていうのがありますけども、これは実弾演習場ですね。で今度は辺野古に作ろうとしているのはキャンプシュワブの先端ですね、アルミに面した部分を埋め立ててこう接続させようということです。でその見返りというか、それが、辺野古の新基地を作れば嘉手納基地よりも南を返還しますよっていうふうに言ってますね。で嘉手納基地は入ってません、これよりも南、キャンプクワイ、キャンプズペランって この辺ですね。で実はこの辺はキャンプクワイもすでに返還されてます。で、ツケランも、サコ合意という合意の中でも返還合意してます。普天間は前から96年の橋本モンデールの合意でも返還合意はされている、で牧港補給地、これだけは実は返還は新たに付け加えられる、大きいです。というのは、那覇空港で皆さん沖縄に行かれた方は那覇空港が玄関口だと思うんですけど、ちょうどこの辺りですね、かなり南の方なんですね。で南の方には実は自衛隊の施設があって、で北の方にはまあ米軍基地がまあずっと一帯ですけどある。で那覇近郊はやっぱり都市部なんですよね。で那覇とかこの辺、テーマ飛行場がある宜野湾とかその辺までは都市部になります。で北の方行けば行くほど過疎地帯になっているというのがあります。だから都市部 その一等地ですよね。この西海岸、沖縄では西海岸と東海岸があって、西海岸の方にこうリゾート施設とかホテルとか建ってて、で宅地なんかの土地の価格とかマンションからも西海岸が高いんですよね。要するにサンセットが見える方が、まあ、物件の価値も上がるということ。そこの一流土地を全部を占めてきたんですが、この辺が帰ってくると非常に大きいということが言えるんですね。それであとは、那覇港湾施設、これは実はもう1970年代にもう返還後にされてるんです。でそういうものをパッケージにしていかにも新たな負担軽減策を、辺野古の新基地ができれば、施しますよっていうふうに、日本政府は説明してるんですけども、沖縄の人たちは全くピンと来ない。なぜかっていうと、那覇港湾施設その30年40年間なんでまだ返還されてないかっていうと、これも県内移設条件付きなんですね。牧港補給地区の近くの浦添市の近くに代替施設を作らせてくれという条件なん でそれはもうまかりならんということでずっと立ち往生していた。で今回 そのパッケージで返すっていう案の中で、今ようやく浦添市長も最初と、選挙の時は、反対と言ったんですけど、途中でこれも、ね、方針を変えて、まあ作ってもいいと、牧港補給地区が変えるんなら、返還されるんなら返してもいいということで合意したということ。だからいかにも大きな負担軽減策、確かにこれ全部変えれば負担軽減ではあるんですけども、それはもう 3,40 年前から言ってきたものがほとんどであるっていうのが内実です。
で、マキミアド補給地区っていうのはちなみに倉庫群ですね、この辺ずっと国道58号っていう沖縄の、主要な幹線道路、昔は軍港1号線、軍道1号線という軍道、有事の時は滑走路にもなるように幅の広い道路が作られたんですけども、その58号沿線沿いにずっとフェンスが見える状況ですね。この辺この赤が、58号ですね。多分ね、それをこう、まあ、南部の地域では見えなくなるようになるんじゃないかっていう話です。で、他の海兵隊の施設をちょっと説明すると、さっき言ったキャンプハンセン、キャンプシャーブって非常に広大な土地ですね。で、これ実弾演習が行われていて、最近では陸上自衛隊もキャンプハンセンで、共同使用するようになってき、てます。で、まあ、日本本土ではありえないことですけども、たびたびっていうか、まあ、数年に1回ぐらいの割合で、民間地域に榴弾、実弾が、発見されたり、流れ弾が来たりっていうことが起きます。で、その都度大騒ぎするんだけど、公務中ということで立件できないということで、いつもお茶が濁されているということ。で、それはそういうのが起きるのは実は必然で、ここで、米軍が訓練で利用している火器、重火器っていうのは、射程距離が4キロとかそういう砲弾もあるわけなんで、これも4キロ超えるわけですね、方角によっては。ですから元々も無理があるということです。で、私が沖縄タイムスで基地担当してた2000年代で騒ぎになったのが都市型戦闘訓練施設って言って、テロに対応するために、まあ、海兵隊が要は都市を模したビルのような市街地のようなこうブロックで作ったですね、建物を配して、その中で、訓練をする。これはイラクを実は想定、中東を想定しているんです。かつてはここの北部訓練場ありますけど、これはもうジャングルみたいな、ベトナム戦争で戦うための訓練場。時代が遡って今は中東で戦うので、キャンプハンセンでそういう都市型の戦闘訓練施設を作ろうとした。これがなんと、沖縄自動車道から200メートルで、民間の地域からも200メートルしか離れてないところで作っていたと。で、それが民間地域から見えるので作っているのがなんだという騒ぎになって、しぶしぶ情報公開もして、作られると。で、実弾演習場です。それはもうまかりならんということで、今辺野古でやっている座り込みのようなことを、金町っていう地域ですけども、このキャンプハンセン一番近くにあるのが、おじいさんおばあさんたちが、毎朝ゲート前に行って抗議して、もう2年3年ぐらい越しぐらいで毎日毎日やってですね、それで結局外務省も動いて交渉して、もう完成して、1、2回ですかね、訓練やったんですけれども、それをもうちょっと中の方にやると、作り直して、それは日本の予算で何億も出して作るというふうなことやと。最初から無茶があるんで、もっと早い段階でやめておけば、中止を求めておけばいいものを、そこまで沖縄の人たちが立ち上がらないと、明らかに異常な施設を作っておいて、外務省はギリギリ、外務省防衛省はギリギリまで放置してたんで、いらぬ税金を払うことになったんだというふうに僕ら見てましたけども、まあそういうことも実績として沖縄の、まあ、運動とか反対している人たちですね、本当に生活に密着するんで、そういうことをすると、イデオロギーとかじゃなくてっていうところはあると思うんです。で、さっきちらっと言いましたけど、北部訓練場上の方にありますけど、これはもうほとんど森林が生い茂った沖縄でヤンバルって言って山の原と書く、森林地帯ですけども、まあ、ジャングルのような感じがあるので、まあ、そこで海兵隊はよく訓練していると。最近有名になったのが高山ヘリパッドの増設と、これは佐古合意、先ほど言いました佐古合意、普天間飛行場の返還で辺野古を作るっていうのも佐古合意の一環なんですけども、1995年に少女暴行事件が起きて沖縄の負担軽減をするということで、日米で、具体的なこの返還作業合意を進めたんですね。で、ほとんど全部が県内移設条件付きだったので、まだまだ進んでないところがあると。
で、この北部訓練場もそうなんですね。普天間はもちろん今そうです。で、北部訓練場っていうのは、その高井地区周辺に新たなヘリパッド、ヘリコプター、今ならオスプレイなんですけども、これ大違いなんですけどね、が着陸できるところを高井という集落をこう囲うように新たにこう何か所か作ると。でそれができれば半分は返しますよっていう合意なんです。で半分返ってくるのは大きいんだけれども、その高江っていう地区、わざわざ集落、人が住んでる地域はそんなにない地域なんですけども、わざわざその集落の一帯近くのところに近接する地域をぐるりと囲むように、ヘリパッドを作ると。で今も完成したので、ずっとそこでも座り込みしていろいろしてたんですけども、地元の住民の人が、政府の方が、防衛省の方が、これあのスラップ訴訟っていうふうにアメリカで言われてますけど、国の方がその住民を訴えるっていう、あの盗作したような裁判をやってまでして、まあ、合意に推し進めたという施設で、報道も関心のある方はあの気づかれてたと思うんですけども、で、オスプレイがあの配備されるようになって、普天間飛行場ですね、24機ですけども、これの訓練場もまた、本土、日本本土でも訓練して負担軽減しますよなんて言うんですけども、ほとんどがやっぱ沖縄本島内とか、あるいはこの伊江島飛行場ですね、離島ですけども、で、訓練繰り返す。それが場所によっては伊江島とか北部訓練場とか、あのキャンプハーセンシアブとか、もう何十倍にも離陸回数が増えたりっていう、ものすごい負担増が起きている実態があると。一方で、日本本土に配備される、今度は横田とかにも配備される、空軍のオスプレイですね、CVS オスプレイなんかも沖縄に来てあの訓練をするということもあの表明されています。でますます負担があの重くなるんじゃないですかっていうのが沖縄側の言い分なんです。というのはやっぱり海兵隊の施設がこれだけ集中していて、演習できる場所があるというメリットですね、あの米軍あるいは防衛省から自衛隊にとってはですね、あるということ。でよく今日本版海兵隊みたいなこと言われて、あの陸上自衛隊が佐世保に、拠点を作って、精鋭部隊をあの今要請してますけども、彼らも沖縄に直属して、海兵隊の指導を仰ぎながら訓練してます。でその訓練場で特に使われているのはこの金ブルービーチとかレッドビーチっていうところですね。ここはあの浅瀬の、遠浅のですね、非常に凪の時でももう多分、ビーチとして使えばもうすごいリゾート地になると思うんですけども、もうすごい風光明媚なところなんですが、そこで、訓練してます。で、海兵隊の、まあ、あのお家芸である、強襲揚陸というか、あの水陸両用車を使ってあのノルマンディ作戦なんかで上がっていたですね、あの訓練をやるにはもってこいの場所だということで、あの訓練をすると。でそこに最近では陸上自衛隊も参加して、離島奪還訓練だなんだかって言いながらやっている。でこれを共同使用はキャンプハンセンですが、こっちでは研修という名目でやったりしてます。あの規模が小さいとかそういうのはなんかちょっと違うんだっていう、実質的には共同で訓練しているっていう状況だと思います。それで、まだまだ言いたいことはあるんですけど、地図変える？いや、もうちょっとすいません。まあ、今あのもう海兵隊だけに時間も限られるんで絞って言わせていただきますけども、ガムに移転するっていう話ですね。米軍再編で、海兵隊っていうのは1万、9千人ですかね、今定員がいる。これもちょっと数字のマジックがあるんですけど、まあ、1万9千人いるということにして、そのうち9千人が、最初8千人で合意したんだけど、9千人がガム、最初ガムだけにって言ったのが、今ではハワイとかオーストラリアも含めて、ガムには4千人ですかね、移しますと。それも辺野古が完成すれば移す。でこれあのパッケージでしないとガムはガムで進めって言ったんですが、それもなし崩し的に崩れて、あの昨日おととい
菅さんがわざわざガムに行ってあの猿芝居してましたけど、ああいうあのいかにもリングしてるんだっていうことを言ってますが、その9000人っていうのはどういう部隊かっていうと、最初はですね、司令部要員を、まあ、司令部要員、まあ、みんな戦闘要員なんですけど、あの兵隊ですから、まあ、司令部に主に勤務している人たちと、あと一線の戦場に出て実際戦う人たちに大きく分けられて、最初の合意、第一米軍作戦合意では、司令部を、ガムに移すと。でそれが8000人だと、あるいは9000人だと言ってたのが、途中で逆になりまして、司令部を沖縄に残すと。その司令部があるのはこのキャンプコートニーっていう、うるま市っていうところにあるんですけども、置くと。で、沖縄に残す戦闘部隊は、MEU です、MEU って僕ら呼んでますけども、あの最小の戦闘単位である2000人。で、大体キャンプハンセンとか、この辺にいるわけです。を残すということです。で、それをもって、あの抑止力云々っていうふうに、あるいは大半の日本人はあのそれがいるから、中国があの尖閣諸島を占領しないで守ってくれる抑止力になってるんだみたいなことをなんかムードで信じているっていう感じになってると思うんですけども、実態はたかだか2000人の戦闘部員が残るだけになりますよと。そのために1兆円かけて新たな辺野古に新しい基地作るんですかということです。でこれ見ていただいてすぐ分かるのは、辺野古、普天間がなくなって辺野古に行くと、あのこの北側にですね、あの基地が集約されますね。でこれがあのまた民間というか住民が少ない地域で思う存分訓練できるようになるということで、北部集約というのを僕ら呼んでましたけど、それでより、運用が向上するというのが海兵隊側のメリットになっているわけです。しかも、この海に面したところに作るんで、普天間飛行場は陸内陸にあったんですけども、海兵隊っていうのは基本的にあのヘリコプターとかもう着艦させる強襲揚陸艦っていうのに、兵隊たちが乗り込んで各地に行くという部隊なんですけども、そのためにあの空地一体ってよくあの言いますね、そういうヘリコプターとかの空の部隊と地上軍の兵隊たちが一体になって作戦活動するっていうのが特徴なんですけども、それがやっぱり辺野古のこの部分にできれば、そういうふうにあの強襲揚陸艦も接岸できる、軍港施設も作る、付帯するっていうことがもう明らかになっているので、非常に便利になると米軍からすればですね。でしかもこの辺野古弾薬庫って隣接した地域になりますけども、これも、海兵隊として独自に使える。これまでは普天間飛行場にあったんで、普天間飛行場にこ の利用する部隊が戦闘機とかはたまに来るんですが、使う弾薬っていうのはあの嘉手納飛行場の横にある、弾薬庫 を使ってたんですね。それをあの海兵隊で、単独でより合理的に運用できるっていうメリットがあると。でこれはこれ非常に重要な部分は、橋本さんとモンデルさんが96年に普天間返還合意したときは、ヘリパッドを代替施設として必要だと言ったんです。ヘリパッドって皆さんイメージとしてはあまり聞いたことないと思うんですけど、要するにヘリコプターが離着陸できるですね。さっき言った高江の、北部訓練場で作った高江地区で作ったその丸い円形のまあ、10メートルか20メートルぐらいのもの、直径ですのものをがあればいいんだというようなイメージで語られてたものが、その後辺野古ってなった時に、海上ヘリポートっていう案が出てきて、でこうなると付帯工法って言って特定の業者しかが業者でないと、確立できない技術を持ってすごく公費はかかるんだけどもいいんじゃないかっていうのになんか橋本さんが乗せられたのか乗ったのか分かんないですけども、あるいは業者の癒着があったのかないのか分かんないですけども、急に浮上してきて、でどんどん辺野古っていうことになっていたと。で一応その辺野古に決まる過程では、日米
と、あと沖縄県とか、あるいはこの名護市とかこの周辺の市町村もコミットして会議開いて決めていったという外形的にはなっているんですけども、まあどんな会議でもあの事務方が決めていった案を絞り込むという中で、まあ否定路線として辺野古があったと。最初から東海岸のこの北部地域というところは決められてたので、もう辺野古っていうことはまあ規定路線だったと。なぜかっていうと、沖縄人はみんなそうは規定路線だと分かってたんですけど、1960年代にあのベトナム戦争の当時に、海兵隊がやっぱりこういうもうすでに当時は、北山飛行場周辺とかは市街地だったんで運用しにくいということ でしかも海に海上から船に乗って移動するにあたってこのホワイトビーチに強襲旅館に乗り込んで、移動すると。兵士の大半はこのキャンプハンセンとかに住んでいて、訓練場は普天間飛行場とか、まあ、ハンセン北部で、いざという時には、出撃とか、あるいは訓練でしょっちゅうあの太平洋地域とかアジア各地回ってますので、その都度ここでホワイトビーチで強襲旅館に乗り込んでいくと。それがやっぱり不合理だったということなんで、辺野古に3000メートル級の滑走路を持つ、施設が運航があればいいっていう案を出してたんですよね。でそれは当時しかしそれ予算がやっぱり、相当の予算がいる必要なんで断念したということ。これ60年代っていうのは沖縄があの日本復帰する前なので、まあ、治外法権で、まあ、プレー布告一つで、まあ、何でもできたっていう時期だったんで、やり予算さえあればやりかねない状況でもあったかと思うんですけど、まあ、結局いろんな、まあ、変化、本土復帰っていうのも、まあ、日程長ってた時期なんで見送られたと。で一番の見送った原因はお金だと言われています。今辺野古で基地予算は1億円かかると言われているのは全部日本政府の予算で作ってますけど、だから、95年に少女暴行事件が起きて沖縄の負担軽減が必要だという議論の中で、沖縄の側からの要求が最優先しろっていう要求が普天間飛行場の返還だったということに乗じて、いかにも沖縄の負担軽減を図りますよと言って出てきたのが、結局辺野古に新しい基地を作りますと。もともと念願だった辺野古に新しい基地を作るっていうことを大体まあ果たそうとしている。でこういうことはもう地元の沖縄の地元市ではもう繰り返し報道しているので、繰り返しというのは新たな物的証拠ですね。アメリカの文書とか防衛省の文書とかいろんなものです。出るたびに報道されているので、まあ、新聞を読んでいるような読者層の人たちはまあみんな知っているということです。ちょっと長くなって申し訳ないんですが、あとさっき本土にも海兵隊施設があると言ったんですけど、さっき言った強襲揚陸艦、ホワイトビーチに、まあ、寄港してそこに乗っていくんですけど、それの母港は佐世保にあると。長崎県の佐世保にあるわけです、九州ので。最近ですけれども、それまでは普天間飛行場にあったんですが、空中給油機、オスプレイは航続距離が非常に長くなったんですけども、それまでのヘリコプターっていうのは航続距離が、まあ長くはなかったと。要するに、まあ、フィリピンとか行くにも途中で空中給油しなければいけなかったと。朝鮮半島行くにもですね、必要だったということで、空中給油機っていうのもセットで、空中で、飛びながら給油できるっていう、給油するための航空機ですね。でそれは今岩国に移りました、山口県の。で今日の報道にありましたけども、時は今オスプレイに、更新されましたので、主流機が海兵隊の、整備拠点は千葉の木更津にするっていう報道、今日の長官で出てましたよね。で結局は要するに海兵隊の運用上の都合から普天間は沖縄県内になければいけないと。要はその船に乗って、空地一帯で活動するためで、訓練場もあるからいいんだというのが、まあ、政府の説明なんですけど、じゃ例えば今の状況は、消防隊が兵隊ですね、これは消防隊と例えれば、は沖縄にいて、で消防車は母港は長崎の佐世保にいて、でガソリン移動式のガソリンスタンドは岩国にあって、
整備する拠点は千葉にあってっていう、また先状態なわけです。だから兵隊とか基地が沖縄に集中していれば合理的なんだっていうことでは、軍事的な説明、合理性は一切説明できないと。このことは、民主党時代の防衛大臣してた軍事専門家の森本聡さん、繰り返し認めてます。政治的な問題ですと言ってるんですよね。で、軍事的にはなかなか沖縄市長も知事も含めて明言しませんけど、例えば九州にこの海兵隊ごと移動すれば、佐世保に、基地がある、ですね、消防車の拠点がある。で、訓練地もまあ、ここ九州の人いたら怒るかもしれません、比重台とか自衛隊の陸上自衛隊の実弾演習場、こんな狭いところじゃなくてもっと広い演習場がある。で、九州と山口ってとっても近いんで、運用は一体合理性が高まる。で、オスプレイで航続距離が、増えたので、もともと九州行った方が朝鮮有事の時には距離が近い。で、尖閣でまず米軍は出動しませんけれども、仮に尖閣の抑止っていうんであればあっても、九州からであれば航続距離、オスプレイなら十分行けるという状況なんですね。しかも、佐世保には日本版海兵隊の今要請してて、そこの拠点基地になると、より日米の一体化ができる。だから軍事的にはそちらを移った方がよほど合理的じゃないんですかっていうふうな見方は、正直に話す軍事の専門家なら認識しているものだと思います。で、あまり長くなったりなんで、あと数字のマジックって言った部分だけ説明させていただくと、1万9000人今海兵隊が沖縄にもいるということになってるんですけど、これがもうそもそも怪しい。皆さん2004年に沖縄国際大学に海兵隊のヘリコプターが、墜落したのはご記憶あるかと思うんですけど、あれは海兵隊で訓練していた、海兵隊じゃない、普天間飛行場で訓練していたものが、その普天間飛行場に隣接する沖縄国際大学に墜落したんですけども、イラクの出撃を控えて訓練してたんですね。で、その後イラクに飛行、事故原因が分かるまでの、訓練再開をやめろって強く言ってたのが、もう数日後にまた訓練再開して、行ったんです。で、何をしたかっていうと、もうやっぱりイラクに行く時期が決まってたんですよね。ですから、まあさすがに米軍もご利用しっていうのは分かったけども、もうそれを崩す、変更するわけにいかないということで、例によって普天間飛行場からホワイトビーチのとに接岸した強襲旅客に乗って、まあ、イラク出撃したということだったんですが、その後まあ、同時に在日米軍再編の脅威が本格化していくんですけど、それまではですね、在日米軍の横田が毎月、沖縄の、米軍の人数、を月ごとに毎月発表してたのが、パタッとやめたんですね。で、というのは私たち沖縄市民は結構報道したんですよ。1万9000人のうち、8000人をガムに移すってことで合意したって言ってた。で、その時ちょうど香川県出身の防衛大臣、名前忘れましたけども、さぬきうどんの粘り腰であと1000人上積みして9000人にしたとかって胸を張ってて、大野防衛庁長官ですね、言ってたんですけど、じゃあそれそもそも何人今沖縄にいるんですかって言ったら、出て行ったイラクに出撃した後どうやら戻ってこなかったんですよね。で、実際もう今1万人しかいないんじゃないかっていう数字があって、一時パッと発表した時にも、で、それだったら沖縄にゼロになるんじゃない、9000人ガムに行ったらっていうふうにしたら、もうこういう数字を公表しなくなったわけです。で、まあ、今また戻ってきて、若干いると思ったら1万8000人9000人って数字は何なんだっていう話をしたら、これは定数だという説明をアメリカ語にした。で、実数は常に変更していくものなんだっていうふうに言ったわけです。じゃあ実数今何人いるのって言ったら、ここ1年にね発表してないから分かりません。
でしかも本当に8000人9000人が、沖縄から去っていったかどうかっていうことをどうやって調べるんですかっていう話なんですけど、これもいろいろ国会で質問出てますけども、ちゃんと検証するのかと日本側はって言ったら、いやそれはもう米軍の運用なんで立ち入ることできませんっていうわけです。だから、辺野古に例えば新基地ができて、ガムに何、はい、今日までに9000人が行きましたってアメリカ軍が言えば、ああ移設しましたっていう話になって、でしょっちゅうその海兵隊は移動、各地を移動して訓練してますので、沖縄には常時いたりいなかったりって今もそうなんですけども状況なので、ガムとかハワイに移転したっていう証拠、その兵員がアメリカ本国から来たものなのか本当に沖縄から移転した兵員なのかっていうことも証拠確認することはできないということです。で日本側の日本のメディアもそういうことに文句も言わないし、誰も文句言わないん で、でしかもガムで今作っている新しい基地の予算は思いやり予算で、日本側が半分近くを支出していると。でこれも誰も日本の世論で文句言うしていませんけども、そういうかなり理不尽なことが当たり前のようにまかり通っているというのが実態です。で、あ、これぐらいですね、はい、本題にもう入っちゃっていいの？あ、いいです。これは、これ一応、じゃあ今沖縄の米軍基地の、続きの地図でいいの？エッセンスということにして、あ、そうですね、まだあったんですよ。そうですね、うん、次のお願いします、うん、でこれ、さっきは陸上地域、ちょっと待って、変なのが久しぶりにパソコンを開いてはい、ですね、さっき陸上地域の基地をの配置を示してたんですけども、それ以外にもこれだけ、訓練の空域とか海域が沖縄周辺にはあると。でこれをもう合わせてアメリカ軍は手放せない、であるいは自衛隊も頻繁に、合同訓練していると、日米合同訓練しているわけですね、この前ですね、アメリカ軍の艦船で着艦ミスですかね、兵員が着艦しようとして怪我をしたと、アメリカ軍の、それに自衛隊員も怪我したという混ざってたっていうのは、事故が起きた後分かりましたけども、その訓練されたのもこの訓練水域とかですね、さっきのは本土だよね。いや、さっきの地図は沖縄本島、沖縄本島ですね。これは要するに、海の外の方でやってる訓練の、そうですね。でこれがよく八重山って言われて、さっき先生言ってた、西表島っていうのはこの辺ですかね。そこら辺までもやってるわけだ。いや、これはですね、これもう少しこっち映りますかね、これでもいいかな、ダメだ。この赤王署、あれこう黄色のこの署っていう2つあるんです。これ実は尖閣諸島の一つです。日本名で大正島とか言われているものなんですけど、これ中国名なんですよ。中国名なんですけど、これ沖縄県のホームページ中国名で書いてます。っていうのは米軍もこの名前で呼んでた、沖縄の民衆漁師の人たちみんなこの名前で呼んでます。大正島とか言いませんですけど、これ言うと日本で殺されそうになりますけど、そういうファジーなところがやっぱりこの公共地域の民っていうかにはあった。まあなんでここ中国名がこう通名として通用してるんだっていう諸説の中には、だから中国領だっていうわけじゃなくて、沖縄はもともと中国にこう徴工したりしてたんで、中国名で案内する時とか紹介する時に呼んでたっていう歴史があるんで、その名残で使ってる。でこれも実はアメリカ軍の射爆撃場、空中から戦闘機からこう爆撃を落とす、訓練施設になっていると。まあ最も沖縄返還後多分一回も使ってないと思うんですけども、今朝日新聞では連載してますよね、尖閣諸島の台湾と日本を巡っていろいろ問題があったって、ああいう非常に、機微のある話なんでということで、アメリカ軍も戻ってるんで訓練としては使ってないと。ただこれは自治体で分けると石垣島なんで、石垣市の、住所地になるんですよね。
石垣市とのあざとの城っていう地域に該当するとされているので、新興作沖縄、95年に少女暴行事件が起きた後に、島田懇談会事業っていって沖縄の基地所在地域自治体だけに限った振興策を与えるというばらまきをやったわけですけども、それには石垣市もちゃんともらっています。この尖閣諸島の訓練施設があるという前提ですね。であと、よく有名なところは豊島社屋劇場、これ劣化ウラン弾がたくさん見つかって太田知事の時代でしたけども、当然無人島なんですけども、長い、県民に知らせる、日本側に知らせるのが随分後だったということで問題になりました。これだけ、広大な空域海域が他にもあると。カデナラプコンってよく言ってますけど、カデナ飛行場、横田ラプコンと同じで管制権はアメリカ軍が握っていると。で最近形だけ日本側に返還しましたけども、実態はこれだけ訓練区域、水域がある、区域があるんで、ほとんど米軍が握っていると認識してもいいと思います。ホテルホテルとかマイクとかあれはどういうことですか？これね、キャンプシアボとかキャンプハンセンは沖縄戦で活躍した米兵の名前なんですけど、活躍して戦死した。これは何なんでしょうね。これ確かに記事に書くとき非常に嫌でしたけどね。一定の期間こうやって、その間お前ら入るな、どうす禁止なんていうんだろう。事前に1年のうちに何日間使いますっていう合意事項があって、それもしばらく非公開だったんですけど、20年ぐらい前に公開されて初めて分かったんですけど、一応事前通告はする。当然漁船とか漁の地域とも管轄とも重なってくるので、当然事前には知らせがあると。沖縄の人もホテルとかマイクマイクって言ってるんですか？多分漁師の人はもっと違う呼び名してると思います。ただ記事に書くときはホテルとか使います。一時民主党政権時代に辺野古で反発が高まってるんで、ホテル訓練空気だけは変換するとかいう話もありましたけど、あれも立ち入れになったのかなと思います。ふざけて言ってるんですか、それは？いや、ふざけてはいない。繰り返すってのはどういうことなんですか？確かにね、マイクとか、なんかアメリカらしい、なんかよくわからないけど、なんかあるじゃないですか、いろんなギャグに近いな。そうそう、だからふざけてる感じがしますよね、ちょっとその ある種の広い意味のブラックユーモアみたいなところが あるんじゃないですか。アメリカの軍の警察の車両だってなんかふざけたようななんかね、うん、解体しているとそういう延長かもしれません。どちらで行く？あ、次何でしたっけ？在日米軍。在日、次あれでした、在日米軍。よし、これとても分かりやすい表で沖縄タイムスに出てたのでちょっと提案させてもらったんですけども、沖縄と本土の、在日米軍施設の比率が、時代ごとにどう変わっていたかっていうようです。でですね、これは着眼していただきたいなと思ったのは、まず一つは、海兵隊、先ほど言った海兵隊ですね、今では沖縄の、基地の7割強を占める海兵隊っていうのは、日本本土から来ましたと。でいつ来たかっていうと、ここに出てます、56年岐阜と山梨から海兵隊が来たという事実があるということと、この時期って一体何なのかっていうと、ここで53年銃剣とブルドーザーによる、強制接種って書いてますけども、要するに在日米軍、朝鮮戦争とかがあってですね、大共産権のために沖縄に軍事基地を強化するという対策にアメリカ軍が移行していったと。で一方で見ていただければ日本本土では減っていたと。要は皆さんご存知の
在日米軍に対する反発、反基地運動が高まってどんどん減っていくのと反比例するように、沖縄で基地が増えていったと。で、注目するのは銃剣とブルゾーダーっていうのは何かっていうと、要するにフレー布告っていうんですけど、 神の命令書みたいなもので、こういうふうにします、ここ強制接種しますっていう紙1枚で好きなところを民間地を米軍が強制接種していったと。それを銃剣とブルゾーダーを使って接種していったんで、沖縄ではこういう呼び方をしている。でそれに対して島ぐるみ闘争っていうのが沖縄で起きてですね、有名な伊江島のアーハブンさんとかが沖縄で古事記行進みたいなものをしてですね、農地を奪われたら生活できんということで必死の抵抗を繰り返したと。でそれでも、強制接種していって、例えば宜野湾市の今普天間飛行場のある宜野湾市の近くの伊佐地区なんていうのは集落ごと、まあ、有料な農業地帯だったんですけど集落ごと取られて、南米とかに移住していった人がいると。沖縄では戦前にも南米移住者が多いですけど、この時に移住していった人たちも結構いて、で世界のウチナーンチュ大会っていうのが沖縄にあるんですけど、世界にやっぱり沖縄ウチナーンチュって沖縄人のことですけど、散らばってる人たちが一堂に沖縄に集まって、二世三世とかがふるさとを思うっていう催しがあるんですけども、こういう事情があって戦前であれば戦前も飢餓とかあるいは貧困から移住した人多いですけど、この時期も農地を取られて、移住を余儀なくされた人がいたと。でこれは同じ沖縄のさっき言った八重山の石垣島とかにもこの時期に移住した人がいます。で私、沖縄大学の記者の時八重山支局長で3年間石垣島に出たんですけど、石垣島の北部の方ですね、これも石垣島も南部の方が空港とかあったりして、都市部なんですけど、北部の方は昔マラリアっていうのがあって、マラリア有病地帯が北部未開拓の地たちが多かったんですよね。でたくさん戦争マラリアっていって戦時中にそこに疎開させられて亡くなった人、そういう被害がこの沖縄の八重山地域では多かったんですが、西表島もそうですけども、そういう地域に入はなら未開拓なんで土地をあげてもいいよっていうことで、移住していって開拓していった人たちの祖先が今も集落を形成してて、節目ごとにその自分たちの先祖を敬う行事したりっていうことをやってます。そういう歴史もあるということですよね。でこのちょうど岐阜と山梨から海兵隊が来た時期から、その銃剣とブルゾーザーによる接種が始まり、海兵隊も来て、で沖縄が日本に復帰するのは72年ですから、それまでの間は米軍の人権も憲法もない状況の中で基地は増えていき、土地を拡大させられて、米軍の余地が広がっていたと。一方で日本本土の基地はどんどん減っていたと。岸アイゼンハワーの合意で地上軍が地上軍ですね、陸軍と海兵隊が日本からなくなりましたけれども、ちゃっかりそれは沖縄に来ているということです。で土地をめぐる問題で日本本土と違うのは、軍用地沖縄の場合7割は民間地だということなんですよね。で表にもあると45年の日本軍旧日本軍基地と、要するに太平洋戦争の時に軍事施設として強制接種された土地っていうのは日本本土と同様に沖縄にもあって、これがもともとの今の軍用地、始まりは同じなんですけど、この時期の強制接種は大体公の土地ですね、公用地が多いと。日本本土でも大体公用地ですよね。でそれが日本本土では返還されたり、あるいは米軍基地になったりっていう形をとっていますが、沖縄の方ではその後も拡充されていったと。敗戦後米軍の支配があったんで、27年間あったんで、その間基地が拡張されていったと思うような状態 で、その過程で場所を選ばず軍事優先で選ばれていったんで、民間地もお構いなしに取られていったと。で結果として7割が民間地になっていると。でこのことが今何が難しいかというと、跡地利用ですね、基地が返還された後の跡地利用にも
公用地であれば跡地利用を一括して行政が決めてっていうふうな立ち直りができるんですけど、まあ、関東計画の時なんかこちらではそれができたんですかね。なかなか沖縄では普天間でも返還されたらもう大変だという状況で、そのためにはやっぱり準備がいると、文化財調査から環境調査からしなきゃいけないと返還されるまで。でもそれも日米地位協定で事前にできないと、ちょっと緩和するような米軍の行為で緩和もできるみたいなことを盛り込まれましたけども、まだまだ不自由で、跡地利用ただでさえ困難なものに、そういう20、30の壁があるっていう状況です。で、復旧は付け加えますと72年以降は自衛隊が入ってきています。この18の数字は1816というのは、これヘクタールですね。ヘクタール、ね、すいません、ね、それで接種したということですね。そうです、うん、で今 74% が沖縄っていう2015年段階ですね。でこの間にはやっぱりそのキーポイントは、日本が要するに独立を勝ち取ったとされる51年以降から沖縄が日本に復帰して72年の間にどんどん広がっていったと。一方日本本土では減っていくときに増えていったということが一目瞭然に表れているということだと思います。だから沖縄の米軍基地の問題というのは、私も船長で日本はなぜ米軍もてなすとかで書かせていただきましたけど、戦後処理の問題だと思うんですよね。もともとはその旧日本軍の強制接収から始まった土地で、それが本来、戦後処理として、返還されておくべきものが残されただけじゃなくて、依然とした占領下で増えていったと、増殖していったと。でそれを今回も負担軽減と言いながら、そのまやかしに気づいた沖縄県民が反対しているのに辺野古に新しい基地を作るということで、相対的にはほとんど減らない、数パーセント減るだけだっていう状況になろうとしていると。でしかも今中国と緊張が高まっていたりで、合わせて今日本、沖縄では有史以来初めて日米の新しい基地が同時並行で建設中なんですね。自衛隊も強化していると。で自衛隊作ってるのは与那国島っていう、台湾にほど近い、日本最西端の島ですね。そこにまあ陸軍の施設今作られてますし、宮古石垣島とかあの辺にも来ることが決まってますし、で那覇空港にも今沖合滑走路作ってまして、あれはいかにも沖縄の振興策と言われてますけども、航空自衛隊はあそこに、軍民共用で今いるんですね。で肩身の狭い思いで今いますけども、やたらと今、中国を対象にスクランブル発進が増えているという広報をして、でその全国紙がそのまま広報をしてますけども、あれ以前よりも確かに最近は増えてるんだけども、10年20年前もっと多かったっていう、もっと遡る多かったっていうデータが出るんですけども、それはもう知らない無知だけなのか、言われたままのことだけ広報する記事を書いているの で要するに航空自衛隊沖縄で評価しなきゃいけないねっていう世論はますます全国世論の後押しを受ける、沖縄の人も多くはそう思っているような状況だと思いますけども、でその沖合滑走路を使うのはどこなんだって言ったら、もうおそらく十中八九、航空自衛隊が使うんじゃないのかと。今は民間空港としても需要がいっぱいいっぱいだから、確かに観光客も増えてるしあるんですけど、それは使い分けするであろうと。でそのための世論形成とか着々で今やってます。で本来防衛省の予算で作ればいいんじゃないかって思うような空港の計画それはですね思うんですけど、でこの、ということですね。最後に普天間問題の年表だけちょっと見るのが疲れるかもしれませんが、ちょっとこれネットから適当にいただいたので映像はない方がいいかもしれないですね。さっきのフィリピンのあれなんですよ。
まあ、ちょっと字細かくて大丈夫ですか、ね、なんでですか、あれです、あのここでもざっとあの全部見ていてもキリがないんで、あの言いたいことは、僕はあの普天間問題あの最大の転換点は、鳩山さんが、最低でも円外と言ったっていうこの2009年かだと、2009年7月だって言われてますけども、僕が見る限りは当然これも転換点なんだけど、まあ、ポイント転換点はこれは4つあるんじゃないかと思ってます。それをちょっと言わせていただくと、最初はやっぱりあのそもそもこの前ですね、あの沖縄に海兵隊が来たのは1956年、山梨と岐阜から来たんだ、これも本来は入れるべきじゃないかと僕は思います。それが第一のポイントです、決定的な。それが一つあって、で次のポイントっていうのは、まあ、これ普天間にあとは限るんですけども、1999年、稲嶺知事が誕生して、辺野古移設一旦受け入れてます。これは確かに大きな節目でした。ただ、これはもうこの一旦受け入れたんじゃないかって言うんですけど、この時が実はあの条件、施設容認の条件を沖縄県がつけてまして、それが、使用期限は15年間に限ってくれということと、軍民共用の空港にしてくれと。これは要するに沖縄、これがギリギリ沖縄県民が受け入れるあの世論 の, あの空気であるということを、まあ、巧みに、稲嶺県政を推したのは経済界ですけれども、こう県民世論も踏まえて、打ち出した条件だったんですね。で、あの上あの当選したと。で、これをこの時 の, あの県側の趣旨っていうのは、沖縄で新しい基地を作ってそれを固定化させることは許されないと。21世紀に入ろうとするときに、15年後には確実に返還してもらってそれを沖縄県の財産にするというんであれば、沖縄県にも納得するでしょうと、我々も納得するよっていう、そういうことだったわけです。で、この間最初はあのヘリパッドでいいって言ったのがヘリポートになり、この時ももともとは1300メートルぐらいの滑走路とかって言われたのがどんどん2000メートルになっちゃった。この部分はまあ、あの沖縄県側の要望も経営もあったんじゃないかということは否定できないと思います。で、ただしその後ですね、これが第2の転換ポイントだとすれば、第3が、2006年ですね、2006年あのあ2004年です、ごめんなさい、沖国大に米軍が墜落した。これはあの当時、発生した日、盆の日でしたね、8月13日に発生したんですけど、巨人軍の渡辺オーナーが辞任したのと、アテネオリンピックが翌日開幕だっていうので、この記事が全国紙では、読売新聞一面に載らず、世界面のみ、朝日でさえも、一面載ったけども、40行ぐらいの記事とか、毎日は、割と大きな文字だったけど、まあ、同じ日だったと。まあ、沖縄から見たら、本土の報道とのギャップをすごく叫ばれた事件だった、事件事故だったんですけど、これに乗じて実は今の、辺野古湾に日米を変えていったと、そういう意味でポイントだというふうに僕は思うんです。どういう意味かっていうと、この時までは実はあの調査にも入れてませんでした。政府側はでも反対の人が座り込みを始めて、で、あまり強硬なことはできない、今の安倍政権がやってるようなことはやっぱり政府はやらなかったわけです。沖縄県民の頭を押し理解を得ずにやらないということ でそういう視点は超えてなかったので、話し合いながらということで、まあ、稲嶺県政も多分本心では作ってほしくないというのはやっぱりにじんでたので、まあ、協力するという立場でありながら共同 の事業主にはやっぱりならないといったりですね、そういう抵抗はしてたわけです。で、そういう中で、この時は、沿岸部から 2.2 キロ沖合作るという、住民地域から離れて危険性を減らすところで作るという案だったんですけど、これが進んでまなかった。でその後急いで、防衛省を作ろうとした。なぜならこの事故を契機に、これから、工事着工が十数年はかかると言われたんですね。でその間どうするんだと、普天間飛行場の危険性を放置するのかっていう危機感が突き上げが僕ながら起こった。で、それで急がなきゃいけないってなったんだけども、思うように進められない。
進められない理由はその反対派の行動があるからだというふうに当時の森谷事務次官なんかも書いたりしてますけれども、実際にはですね、反対派の行動以外に沖合 2.2 キロっていうのは、実はこの辺野古の沖合ってすごく海象条件、海の気候の条件が厳しいところ で 深いしで、深いから多分軍事港として使えるということで、古くから海兵隊は注目したと思うんですけども、台風とかがしょっちゅう接近して、あるいは竜巻なんかも起こったりして、でそういうこともあって、工事進んでなかったんですね。これ隠れた要因なんです。でそれで、この在日米軍再編協議というのがちょうど始まったんで、要するに日本アメリカともこう合を煮やしていたわけです。なかなか進まない理由、まあ、反対派ということを言いながら他にもあったり、でそれプラスあと県が出してた条件ですね、15年使用、軍民共用っていうのは一応99年に閣議決定でして、そういうことでやりましょうっていうのを盛り込んだんですが、15年使用期限に関しては米軍の運用に関わるので、アメリカはもう一個だにしなかったわけです。で日本政府は適当にお茶を濁しながらみたいな態度で進んでいたと。でも、工事を早く進めなきゃいけないっていう突き上げもある中で、これなんとかしたいねっていう思いがやっぱあったと思うんですね。でそれで新たな案を日米でもう決めていくという方向に行って、この2006年ですね、2006年在日米軍再編の合意で、今の V 字にある日本の滑走路で、2000名のもので行こうと。でその時ちゃっかり、施設場所は沖合から沿岸部、工事のしやすい浅瀬の部分に移し、浅瀬だと工事がしやすいだけじゃなくて反対派も排除しやすいと。沖合の時はカヌーでその櫓みたいな仮置きのそのボーリングのための櫓を組んだ置き場のところに登ったりして、そこであんまり強引なことやるとやっぱり命の危険に及ぶと、やっぱり県民に一人でもやっぱり死者が出るとものすごい反発が来るっていう、やっぱり政府も怖いので、そこはやっぱり無茶できなかったと。今ほどに海上保安部が協力的ではなかったわけです。沖縄県民を敵に回したくなかったんで、なので海上保安部もそんなに出てきてなかったんですけども、それで進まなかったんですね。でそれを切り替えて沿岸部の今の案にした。それと同時に、ここはまた見落とされて、あるいは全国人がほとんど言わないんだけども、沖縄県が合意事項の条件にしてた15年使用期限も軍民共用空港も破棄したと。で新たな閣議決定してしたと。それに対して当然稲嶺知事は合意できませんということを言って、それでもまあ一方的に反対で終わらないようにって言って、最後は、さっき示してたキャンプシュワブの陸上部分ですね、新たに埋め立てをせずに陸上部分に作ると、とりあえず普天間の今の危険性を除去するためにヘリコプター、もともとヘリパッドだったわけだからそこでも間に合うでしょっていうのはちゃんと熟知してるんで、県側はそこに緊急避難的に作ることなら容認しますよと、それがだけダメなら県外ですっていうところまで提示して、いたんですが、最後の最後提示したんだけど、それも、まあ、政府側は一個だにしないとなって、結局稲嶺さん知事は反対っていう立場で退任やめました。で次出てきたのが中山さんっていう人で、この人は早く辺野古の問題片付けて、基地問題じゃなくても経済問題でいきましょうっていう立場の人だったんで、同意しようとしたんですけども、それをなかなかもう要するに数十メートルもうちょっと沖合に移してくれりゃ、地元の合意も得られるんでっていう攻防をしてたんだけど、今度逆に日本政府側は固くないになって、一切ダメだと、1ミリも動かさんみたいなことを言うようになって、合意できなかった状況の中で、民主党政権に政権交代したというわけです。なんで私が2004年大きなポイントかっていうと思うのかっていうと、それ以前は沖縄に寄り添って無理なことはしないというタイプだったのが、これ以降はもう沖縄の言うことは聞かない、まあ、沖縄を甘やかさないっていうような言葉を使って、合意に進めていったということです。でその態度が急変してこう強硬的な姿勢を政府が転換したポイントはこの辺に明確に現れてきて、今の安倍政権が突然というわけでもなく、その頃から官僚、政府の官僚、防衛省外務省の官僚たちの意識、政治家、もう戦争を知らない政治家になっていったんで、
変わっていったというふうに僕は見て現場で思いました。でちょうどこの時小泉政権の時ですけども、それまではですね、あの自民党 の形成会といって小渕さんとか野中さんとか広野さんとかあの辺のまあ緑利権でいろいろ大分潰された人たちの派閥が沖縄の、保守系ですね、保守層、経済界を含めてこう強いパイプがあったわけです、政治家同士の。でそれがやっぱり小泉政権になって派閥が解消されたことによってそのパイプが弱くなりました。でこの米軍再編以降政治家が表に出ずに実務を握ったのは森屋防衛事務次官っていう官僚ですねに、任せるんだと。小泉さんはもともと派閥を潰したりから、まあ、汚れ役のような失敗したら許さんぞっていうような役割しか回さない政治家にはですね、防衛省長官の加賀さんになりましたけど、形成会だけどもすごくプレッシャーを与えて潰すためのできなかったらお前は問わないぞっていうような立場で使った気をした。一方で森屋事務次官が官邸と強いパイプと厚い信頼を得て、交渉を進めていったと。その中で今森屋さんその後退任後本にも書いてますけど、沖縄に対する甘えだと新興策の食い逃げだというふうなことを言ってますけども、森屋さんの目にはこれ以前が要するに沖縄の米軍基地問題の背景には沖縄の保守層と政治家の癒着というか経済的な利権が絡んでいると。でそれは国益を阻害しているというのは彼の見方だと。それは一面正しいんだけども、一面だけであって強引に頭越しにやって今のその延長線で今なっていることが正しいんですかと、あるいは国益に沿っているんですかということは疑問だと思います。でそれが あって、でポイントの3番目が鳩山政権ですね。最低でも天外と、これも説明いらないと思うんで申しますね。で、あとのもう最後のポイント4が2013年12月の中山さんの、目立て要因です。これは本当に大きかったと思います。この時の容認したことを根拠を持って今政府は続けているし、今後裁判になっても、そのことが、今の尾長知事は埋め立てが法律的に、即さないという環境の配慮とかされてなかったということをしているけれども、やっぱり行政手続き上容認ということをしたのを覆すのはやっぱり厳しいと言われている。でその時ポイントっていうのは非常に大きな転換点だったのは、アメリカの議会が、ガムの移転の予算を凍結していたわけです。普天間が進まない可能性が高いというふうに見越してですね、マケインとかっていう上院の軍事委員会の委員長とかも普天間はもう無理だという認識を取っていたわけですね。でそれが中山さんが容認をしたがために、まあ、はしごを外されるような、アメリカ議会でもそういう主張をしていた人たちがはしごを外されるような形になって、でもう今予算凍結を解除してガムでも進んでいるというような状況ですよね。でそれで今に至っているということです。